かったな。長かった。オフラインに俺ら体勢がついてないんや。え、何しちゃった？俺はずっとお餅と豆の動画見返すっていうのしかしてない。仕事のことずっとメモリ寄った。あ、何企画どうしようかとか。とかそう、仕事のことずっと考えて。仕事のやな。マジで仕事うますぎて。沖縄の初ナイト乾杯。いやマジ楽しみやった。思ってるとさ、空気が全然違くね。おわんわかんすよ。えぐくね。沖縄さん雨降ったかったの？あ、多分雨降っちゃったよちょっと、うん、で、多分雨あ上がってからのやつやと思うけど、ジメジメがえぐい。ありがとうございます。すごい気持ちで。他県の友達のお店です。超高級焼き肉に行きました。友達怒っちゃった。まあ多分金は持ってる。焼肉屋の店。そうそうそう。肉が来ました。やばいよ、めちゃくちゃ美味しい。ちなみにこういうところです。出さない。意地悪。焼肉花。はい。マジ美味しいね、このタン。普段食べる。うん。このパンやばい。マジで美味しいよな。東京店めっちゃ美味しい、やばい。まあでも私マジで昔からなんか変やなと思うやったけど、友達になんか恵美子って変とか嫌いとかって言われて、うん、そう思った。恵美子の友達がゼロなんやけど、一人も普通に人だけなのに恵美苦手とか嫌いとかめっちゃ売り寄って、その子たちをかばってたの。しまじお前誰やねみたいな、うん、こっちも普通に私はこんな感じ、河原中学、うん、素でいれば言うほど変やろ、めっちゃな。突然曲作曲してやるし、男のとかにはなかったっていう。それけ良さしかないけどね、正直同じ気だと、うん、他の人と違うことがうざいキモいになってたんだもんな。その時まではやっぱ自分なんてって思えたけど、高校生の時とかにその自分を肯定してくれる友達に出会って、キモくておもろいみたいな、変で最高みたいな、いい友達やな、それが変で最高って、変な意味が大好きみたいな感じで、変で最高って言ってくれるんよみたいな。いやマジいい子やな。そう、今の時にさ、美奈子と一番親友やん。ああね、そうそうそう。もし美奈子いなくてずっとその変変変って言われる人たちばっかの周りだったら、それでいいと思ってなくて、もしかしたらこういう仕事もついてなくて、うん、自分のその変なところを改善しなきゃ。そう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 。マジそういう友達を見つけることは本当大切よな。自分の人生が全然変わるし。え、今も YouTube 作ってない？うん、マジです。しばらくエミコさん韓国とか行ってる時にエミコの友人見て、ああエミコいるやん。そうそうそう。SNS 見ると私やん。そう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 。最近マジで周りの人たちがみんな幸せになればいいのに。ああなあ。エミコずっと言ってるもんな。なんかやばい。死ぬんかな。だから幸福は今日おばさんになって。なんか自分も幸せなの最近。うん、同じような境遇やった。しかもさ、その才能を持ってだけど周りからさちょっとあんまり受け入れられなくてっていう人絶対埋もれてるよね。そうそう、あと私さ、人のさなんかモチベ爆上げするの大好き。あ、てか俺も爆上げさせてもらったもん。やろやろ。しかも私周りの人たちもエミと喋ると超元気出るみたいな。マジでこの人はね、あの超それが得意。男女関係なく年齢関係なく私周り爆上げする。マジで爆上げさせて。でも嘘言ってるんじゃなくて、うん、私その人の良さを引き出すのすごい得意だと思って、うん、私から見たらその人って超魅力しかない。気づいてない人が多すぎて、うんうんうん、で私は大好き。俺あの恵美子にいろんなアドバイスとかをもらって、うん、かなりね、いろんなところが、うん、そう、なあかんげだよな。その前回の沖縄の時にさ、うん、あのタケがちょっとダサいっていう話で、なんかちょっと毛がポッだったよ。そうやな。で、今日カムバック沖縄や。そうなの。全然違う。マジで違うな。やばいな。これは恵美子さんの言ってた、これが言いたいことだったんやなみたいな。でもあの時に私が言ったことを突っ込んでてたらあれ止まりやった。まあ確かに。でもさ、あの時もさ自分自かっこいいと思っちゃったやん。うん、思っちゃった。あれがベストやった。あれが一番ベストって思ってたのにさ、今思ったらさ確かに今の方がいいな。今の方がいい。もったいないと思ったら。そう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 。いや、それで言ってんのみんなに。うん、そうそう、客観的な意見っていうのは結構大切なんやな。そうそうそう。しかも自己肯定感がマジ上がる。上がったやろ、うん、よかったやろ、うん、俺結構
構そのエミコっていうその生涯のパートナーを見つけて結構あぐらかいてたところがあって、うん、だけどそれじゃいけないんだなっていうのも気づいたし、てかあと俺はここでマックスだろって思ったのは全然そんな旗から見たらもっと別の角度で伸ばせるとこがあるんやなっていうのを教えてもらった。私も美容頑張ってるし、タケもずっとかっこいいものでいったら、私は最強の人って言われて、マジでそうや。そんなんでいいんですかって感じだったよ。いや、あの 100% 同意です、今は。私、まあ、みんなに自信持ってほしい、自分に。自信持つと、うん、なんでもこんな世界がさ全然違う、うん、見えるのなんだよな。男も女も、なんていうの、生涯のパートナー見つけたらゴールじゃなくて、そこをいかに自分を律するかっていうところなんやな。マジで。そう、そう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 、しのぎを削るから。私はもうアグレタケ稼ぐためにわかる。私は今回タケを引っ張られた。タケが起き上がり、今切磋琢磨の状態です。これで一番最高の状態だ。ちょっと起き上がってくれた旦那やから私は最高って言ってる。俺ジム週3で行ってる。週3、4で行ってる。今日もさ、昨日行く前に走ってきたり。そうです、そうです。ぜひみんななんか改善できるところ、垢抜けられるところ、自分があぐらかいてるところあったら改善してみて、自分が成長し続ける姿を常に見せ続けてくれるから、うん、俺もあやろうって、うん、頑張ろうって自然に思って、なんかやれとか言われてない、別にやめこに一言もね、そうだね、うん、だからさ一個一個言っていくのかな、うんうんうん、だからさ肌めちゃくちゃ白くて綺麗なんですよ。そう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 、これがなくなったらめちゃくちゃ綺麗になると思って、タイミング結構いいんだよね、言ってくれる。私さ、そう一気になくてさ、できそうなとこからちっちゃくさ、なんか、うんうん、ポジティブに言っていくよね。なるほど。そう、しかも言い方も上手。そう、こうやって変わったらなんか えげつないかもよみたいな。だってヒゲはもうキモいとかじゃない。じゃないな。そう。だけってさ、元からめちゃくちゃ綺麗なの。そういうな。ここの名称。これがさ、そう褒めながらさらに褒めるよ。うん、じゃあやってみようかな。そうなんや。しかも最初から大きいことじゃない。ちっちゃい。分かる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 。銀座のね。いいとこに行ってますよ。1万円かかる男でね、カットだけで1万円だよ。だけ男の人絶対髪の毛にお金かける方がいいな、カットに なマジでよかったな。本当にかけカットが全然違うな。あと眉毛サロンの勢いやろな。そう、眉毛はねめっちゃもう俺結構ガタガタやったんだけど、眉毛は人生変わるから。男の子見てるか分かんないけど全然違うよ。てか彼氏がさ、これでもしかしたら彼氏と一緒に寄ったりしたらさ変わるかもしれない。見せて、その沖縄のビフォーアップも見せてし、眉毛のビフォーアップも見せてし、髪のビフォーアップも見せてし、タケのビフォーアップエグいよ、エグいな。私のビフォーアップでびっくりしたと思うけど、タケのビフォーアップエグいよ。いや、エミコとこういう話するのめっちゃ面白いわ、毎回毎回。モチベ上がる。モチベ上がる。タケだけじゃなくてな、これな、結構な、みんなだよ。エミコの周りにいる人ラッキーで。この動画ちょっと伝わってほしいな。そう、私もちょっと挑戦しによって思えてくる人がいたらいいな。みんなさ、自分で魅力に気づいてない人多すぎる、うん、けどやっぱ人ってさ、人に褒められるタイミングってないやん、うん、ない。やけんこそ私はめちゃくちゃ人を褒めたいんだよ、うん、なんかちょっとスピ入るよ。私めちゃくちゃ人の中身わかる、うん、なんかあこの人関わらん方がいいとか、なんかこの人はなんか素を出すまで時間かかる人やとか、もう3秒くらいでわかる、うん、やけんこの人は絶対光るものがあると思ったらもうめちゃくちゃくどく、あんたはすごいみたいな。惜しみなくすごいなって、頑張ってるなって思う子に私も全力投球するから、うんうん、自分にちょっともう一味欲しいなって時、エミコに会ってほしいよ。確かに。足りてないところははっきり言うけど、でもその私さ、はっきりさ、ひどいこと言わないよね。あ、全然ひどいことじゃないよ。しかも言い方上手よ、めっちゃ優しいよね、うん、めちゃめちゃ優しいし、だから俺もやってみたの、うん、そこに、うん、これなんか沖縄感ないな。いやでも、タケと普通に焼肉で喋ってる動画として一個いいよ、やっとやっと、めっちゃいい